卓球センター.jp のいくのです。じゃあちょっと今日は皆さんもう遥か昔の忘れられてると思うんですけど、だいぶ全然やってなかった企画で、ちょっと社会人の頑張ってる人たちの用具を紹介するっていう企画ですね。多分前回は僕の同級生、関西の立命館大学出身の丸くんだったと思うんですけど、そっから繋いでもらったちょっとまあ、社会人で頑張ってる選手の用具紹介いきます。じゃあ名前と出身、高校大学お願いします。はい、西田重俊です。出身高校は上宮高校で、出身大学は同志社大学です。よろしくお願いします。お願いします。西田君、まあ完全に僕の同級生なんですけど、この大学の、まあ、仲良くずっとやってて、まあ同志社でもまあ一番ずっと強くて、まあ社会人でも今学校の先生やってるんですよね。で、学校の先生で、持ってる記録が一応去年と一昨年全日本あれなんていう教員全国教職員全国教職員大会で優勝ダブルとダブルスが2連覇ダブルスが2連覇でシングルスは3位シングルスは3位1位取れなかったです。はい、団体も団体は、2年前1位、はい、なんで多分教職員の中でも全国でかなり強い方教職員が教職員なんで、まあ、ちょっと今日は僕の気になる教職員の気になるところとして、まあその用具、その自分もプレイヤーで、まあ、かつ指導者としてやってる人の用具はどんなんだろうなっていうのと、あとは一つその選手の初期設定だよね。中学生を教えてる身、お互いちょっと指導者としてやってる身として、まあどういう感じで教えてるのかっていうこの2ポイントをちょっと聞いていきたいと思うんでお願いします。はい、用具としては、今は、アコースティックカーボンインナーを使っています。で今は、両面ビクタスの V15 エキストラを重宝して使わせてもらってます。最近はちょっとあまりコロナウイルスの影響でちょっと練習もあまりできてなかったんですけど、まあ今でもずっとこれを続けていこうかなと思ってます。で一応これにしこのまずこのラケットラバーにしたきっかけっていうのが、まずラケットは、今までかなり弾むラバー弾むラケットを、使ってたんですね。インナーフォースインナーフォース ZL カーボンであったりとか、もうアウターの ZL カーボンじゃないよね。ZL カーボンのやつで ZL カーボンです。なんでもいいやろ。はい、だったりとか、まあ、バタフライ の, そのアウターのカーボンのやつとか、すごいぶっ飛びラケットを使ってたりとか、まあ、フォアでいうと、まあ、中国ラバーの勝利を使ってたりとか、結構いろいろ使って、まあ、社会人になってなかなかパワーが、まあやっぱり落ちてくるっていうのがきっかけで、まあ、後輩からちょっとこのラバーいいんですよっていうところで V15 エキストラを貸してもらって、それを貼ってみたら意外とこれがしっくりきて、でアコースティックも、
まあ後輩から借りたものを、前は普通のアコースティックで、まあ、社会人1年目は出たんですけど、もうちょっと弾み欲しいなっていうことで、カーボン入ってないやつ、カーボン入ってないやつで1年目やってて、今が、3年目だもんね。そう、なんで1年目はまあそれでちょっと結果が、まあ、シングルスも全然勝てなくて、まあ、もうちょっと弾むっていうところでインナーフォースの、あ、インナーフォースじゃない、アコースティックのインナーのやつを、買って、まあ、これもメルカリで買ったよ。お金抜かなきゃ誰かのインナーアコースティックを今使って全国教職員を取りましょう。壮絶な争奪戦を勝ち抜いてまあこれ買ったんですけど、そこからはもうかなり、重宝して使ってて、まあすごく、そこからもまあちょくちょく勝てるようにもなってて、まあ今は本当一発も、まあ、僕のプレーとしては特徴の一つなんですけど、ちょっとまあラリーの部分の安定感も欲しいということで、まあこれがかなりいいなと思って今はこのラケットラバーにしてます。まあこの後のプレー動画を見てもらったら分かるんですけど、クッソ一発が早い。特徴としてはマジバックリーが音速なんですよ。けどまあその社会人それだけじゃ勝てないからインナーにしてちょっと安定感もつけてっていうところだと思うんで、まあ、V15 でも相当あれやけどね、硬いから、そう結構ジャジャマなんですけど、まあ僕が今まで使ってたらもっと硬いやつとかもあったんですけど、まあその中でもまだ両面柔らかい方かなって。そう、V15 も柔らかいというインパクトの持ち主なんで。はい、じゃあ俺が一番気になってること、中学生を教えるポイント、何か一つあったら。はい、一番最初初め、あ、ごめんなさい、もう一回いいですか。あ、もうそんな喋ってるんだ、カットする。はい、一番その本当に初心者に向けて、もう本当に卓球やったことがないっていう子に向けて、指導するポイントとしては、とにかく、球数を多く打つことっていうところを、意識してもらえたらいいかなと思います。本当に自分自身初心者だった時とかはもう数を数えながら、球を打って、その数がどん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 増えていったら自分が上手くなっているっていうところを、ポイントとやっていったので、まあ人と対人でやる時でも、まあ、球出しをする多球練習にしても、とにかく球数を打つ、そして足を動かすっていうところを、意識してやっていってくれたらなと思います。じゃあちょっとおすすめの練習1個やってみよう。はい、お願いします。あ、OK、はい、最初その初心者、足を動かすっていうところポイントなので、フォア、ミドル、バック、ミドル、フォアを、オールフォアで、動く練習から、基本的にはやっていってます。まあ、ポイントとしてはやっぱり腰を落としてだとか、足のスタンスを肩幅より広げるっていうところを、抑えながら、動くっていうところをポイントとしてます。ちょっとそのフォアロングの部分慣れてきたら、ちょっとずつフォアドライブに、だんだんやっていくっていうところも、まあ、一人一人ポイントとして、まあ、1個レベルを上げるところとしてやっていってますので、そこを見てくれたらいいかなと思います。じゃあ、はい、フォア、ミドル、 OK です。じゃあ今日は最初はもう、あんまり慣れてないっていうところから、ちょっとフォアロング部分で正しいフォームを身につけるっていうところを押さえてやっていきます。先生、ピッチはどんぐらいだったらいいですか？ピッチは、まあ最初はゆっくりでもいいですが、いいんですけど、ちょっとずつ速くしていくっていうのも一つかなと思います。まあちょっとずつ速くしていったら、その分その球を追いかけて足を無理やりでも動かそうとするんで、そこをまあ、抑えていきながら、それをしつつ数を数えてやっていけばいいかなと思います。じゃあ今日は時間ないんで20球出しますね。はい、では最初の10球はロングボール、はい、残りの10球はドライブでいっていきます。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、ドライブいきます。19球だったので、みんな20本入るように頑張ってくれたらいいかなと思います。はい、はい、じゃあ素晴らしかったっす。先生素晴らしかったです。じゃあ、まあ、これは中学生対象に教え
中学生の人を参考にしてくれたらとてもいいと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ、まあ西田選手、まあ卓球打つ方、やる方も教える方も頑張ってるってことなんで、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。また本町も遊びに来てください。ありがとうございました。